バイトがね、明日仕事で1時間だけできるよって言ったのに、自分が熱くなっちゃって、もう一個行こうってなってる。もう12時過ぎてます。初見の激ペコ激流。ここは俺も初めてかも、初めてじゃないかもしれんな。ごめん、30秒待ちますね。なら。上のやつ消しますね。はい、すいません。わー、二人であっちも渡す。これコース面白いの。あの子はさっきからね、田舎の声でさ、取られるよって言ったところに置いてあったんだね、ものが。取られるよ。あ、でも取られんが、これ。これ関係、盾かと思ったよね。盾やと思う。こんな意味ないや、イカだの。思う。盾に分かれてたらさ、意味あるやん、対戦の。この上下に分かれてたら意味ないっていうかさ、見にくいだけっていう。そう思う。そっか、邪魔できるんかな。そこになんか食材入れといて燃やすみたいな、燃えそうなやつを燃やすみたいなのあるんかな。それすごくない？それできたら俺いつまで待ってもいいやって。もう30秒経った。いきますよ、いきますよの時に俺録画ボタン押そうとしたわ。ちゃんと見とけばよかったコースちゃん。どんなやつだ。なんかブーブーなってるな。これやこれ洗わなかね。しかも大変じゃない、洗う方もあっちだよ。しかも見にくいなこれ。そんなあっちの方に行って画面が、これ負けるぞ。これはギリ勝った。失敗はめっちゃ多いけど俺の方が、俺の方が多いんか。失敗多いって言ったら30秒待っただけ。惜しかったね。またやりましょう。すごいなんかバイトがさ、やる気あって可愛らしいです。まためっちゃ悔しいんやって。じゃあ感想お願いします。体勢が一番面白いじゃないよって。この子は負けず嫌いに育ったの。シェフとして一番弟子良かったです。ありがとう。